はい。ということで、今回は、このプレミアプロの編集で便利なショートカットの割り振りについてご紹介をしたいなと思います。はい。ということで、やっていきたいと思います。まずはシーケンスを作って、まあ、何でもいいんですが、何か文字を入れますと。で、ショートカットキーが最初からいろいろと割り振られてるんですが、このショートカットキーを使ってるときにちょっと思ったのが、このアニメーションするときのショートカットキーがちょっと足りないなという感じがしました。というのが、例えば、1のアニメーションしますと。で、これ自体はアニメーションしていく感じでいいんですが、はい、そうですね。で、ここでちょっと気をつけないといけないのが、このアニメーションをするときのマーカーの操作で気をつけないといけなくって、このキーフレームに移動するを使ってマーカーを移動しないと、ちょっとこう動かしました。あ、ちょっと位置調整したいなと思って、で、まあ、ちょっと動かしましたと。で、このまま、例えばちょっと下にずらしてみましたと。したときに、はい。ここ見てもらうと、マーカーが2つになってますと。ただこれ広げて、タイムラインを、このぐらいの縮小にすると、マーカーの二つあるという状態が非常に見づらいですと。で、これが、はい、動きがおかしくなる原因になるのかなと思います。はい。ということで、マーカーを操作するときは、もう必ずと言っていいほど、このキーフレームの移動をした方がいいですということで、ここで、ふと思ったのが、このショートカットキーがないなと。いうことに気がついてですね、まあ、いろいろ扱ってたんですが、このマーカー同士を移動するものがないなということで、まあ、このマーカーの移動自体をショートカットキーを使って割り振ると操作、編集の操作が楽になるので、ぜひ作ってみていただきたいなと思います。はい、ということで、編集の中に入ってるキーボードショートカットを見てもらうと、この中にショートカットの割り振りがいろいろとありますということで、ずっと見ていくと、まあ、いろんなショートカットキーがあるわけですが、はい。この中に、はい。ちょっと検索出てこないので、ちょっと検索で出します。まあ、キーフレームと検索してもらうとすぐ出てくるかなと思います。はい。で、見てもらうと、あ、これもあらかじめ割り振ってしまってたので、ここについてるんですが、はい、ここですね。次のキーフレームを選択、前のキーフレームを選択。この2つですね。ここにショートカットキーを割り当てますと。で、これは使いやすいショートカットキーでいいと思うんですが、キーフレームを選択は、オルトキーとキーボードの右を当ててますと。で、前のキーフレームの方は、オルトキーと左を当てるようにしてますと。はい。で、もう一つですね、便利なショートカットで、ビデオのキーフレームの、ビデオの、あ、これですね、ビデオのキーフレームを追加または削除ですね。このショートカットキーを入れておきますと。で、これは、これもお好みでいいんですが、まあ、例えば、オルトキーと下を入れますと。そうすると、キーフレームのマーカーと、タイムラインのインジケーター再生ヘッドが一致したときにキーフレームの追加、削除ができますということですね。はい。ということで OK を押してあげると、はい。これでショートカットキーですね。オルトキーを押しながら右左を操作すると、はい。このようにマーカー同士を移動することができますということですね。うん。上にしようかな。
はい。ちょっと上に、俺と上の方が使いやすそうなので、まあ、個人的な好みですが、上の方が使いやすそうなので、ショートカットキーを俺とキーの上に変えておきますと。はい。で、あとは、モーションの位置に合わせて、オルトキーを押しながら、右左を動かしてあげると、はい。マーカーを消したりとか、まあ、例えば追加したい場合は、上を押してあげると、追加されていきますよ、ということですね。はい。これだけで、この、コントロールの操作が、とても楽になるので、ぜひ、このショートカットキーを使ってみるというのが一つかなと思います。はい。ということで、ご参考いただければと思います。